ジックドラマ。ピンときちゃった。じゃあほんのり大人のとこだな。メイク。赤だぞ。露骨よ。ちょうどええのは四ツ谷が見える。冷たい風を防ぎ、動きやすく暖かい。新たな世界を変えるテクノロジー。ユニクロスポーツ。娘に左の目に行くって警察に言った途端にしょっぱくなったラオの味ってお客さん分かりますか？ラオはね、ただの麺じゃない、メモリーなんだ。ラオ、袋麺。コートの中、汗がベタつくなんてありえない。24時間防臭にドライ効果のハミングファイン。汗をかくたび何度もやる。サラフクキープハミングファイン。お姉ちゃん、何その話。デートらしいよ。メンチと違うらしい。別れた。まだ別れてないよ。ママ、お姉ちゃん、また乗り換える。え？乗り換える？乗り換えないよ。パパも何とか言ってよ。乗り換える？スマホ制御の最終駅。示していないなどを主張していました。
YouTube とかやってるんですよ。え？どうしたの？ああ、なかなか見てくれないんですけど。あ、今日は新入生説明会があったんで、ちょっとお金がないんで、ただで使ってます。はい、あ、運営って、流す方、ああ、池袋の、ああ、お名前は、お名前には池袋の写真があるんですけど、写真を、あの写真があるんですけど、では、あ、僕も、ひろゆき氏と、ひろゆき氏と東京が、ごめんね、川上なんとか文部氏ですか、社長が、YouTube やってる交換ドメインの方、うん、なんか名刺ってないの？あ、あります、あります。ちょっとさっき、そこの隣の水道なんとかに。ここは、会社、あ、JST 以外の人も使えるんですか？この場所は。お客様がいらっしゃったかどうか、ああ、一応使えるんですか？この JST じゃない。ちょっとお茶を飲んだのって。ああ。面白いからぜひ飲んでくださいね。ちょっと名刺今日ないんですよ。いや、私だから JST のここで働いてはいますけど、プライベートでいろいろ、まあ、標準スポーツ協会とかなんかいろいろ持ってますし。標準スポーツ協会。ご存知ですか？いや、日テレのですか？違う。意外と、意外とそうなんですか。標準スポーツ協会、
それとも日本のスポーツを変える、オリンピックと関係がある関係を持たせようと今、いろいろ頑張ってます。いや僕は所属ないんですよ。個人のフリーランスっていうフリーを目指す目指す YouTuber。 面白い。何から話してるの？全然 Facebook はやってないんですよ。 Yahoo ブログと YouTube、 Yahoo ブログのヤフーブログを見てからで、名前スエムラって言うんですか。今日はちょっともう年始全部使い果たしてしまったので、私たちの人の事故。いや本当なんですけど、名刺あったんですけど、そこの水道局があるじゃないですか、水道の。あそこでカタログをもらって、水道のカタログをもらったんですよ、水道さん。そしたら、ちょっと、フメールがあったんで、それ全部入れてきてしまった。フメールってことは、入札とかそういうとこもあるですよね。まあ、実は、入札は関係ないんですけど、じゃあ、ちょっと、こういう、今日、新技術説明会で、大阪市立大学、市立大学さんの、こういうのがあったんで、まあ、関係ないですけど。お世話になりました。なんか JST さんの資料をいただいたんですけど、他にもありましたらいただきたいんですけどね。ですから、まあ11月の終わりですけども、今日では雨が降るということで、暖かくなりますね。かと思うと金曜日になりますと低気圧が北海道の北に発達します。北日本、特に北海道を中心に冬型強まりまして、また雪になってきます。はい、ありがとうございました。北から北にかけては雪による交通障害、また暴風や高波に警戒が必要ということで、嵐がやってくると。気温も大きく変化しています。次回予報を見てみましょう。というわけでですね、あさってになりますと広い範囲では一旦雨なんですが、その後